今日はですね、戦前における天皇制っていうものに対するですね、日本人の考え方っていう、そういうようなことを考えてみたいと思います。これですね、結論を先に言ってしまうと、上級国民とかっていうふうに人々が思ったり自分が考えたりするような人は、天皇っていうものを尊重するっていう、尊重する、最低でもですね、尊重するふりはしとかなければいけないっていう、そういうようなことで、普通の生活者ですね、一般民衆っていうのは、天皇っていうのは自分の生活とは大して関係がないようなところに存在しているっていう、そういうようなことで、そしてですね、さらに、周辺層ですね、変わり者っていうふうに言われる、思われるですね、一般民衆の中でも変わり者っていうふうに思われる人は、案外ですね、天皇っていうものを崇拝していたっていう、こういうふうな感じだったろうっていうふうに3段階に分けるとですね、そんな感じだったんだろうと思います。これをですね、分かりやすく現代に例えると、コロナ問題においてですね、上級国民って言われる人は、コロナっていうものは恐ろしいものであって、それなりの対策をしなければならないっていうふうに、嘘でもですね、言わなければいけないっていう、そういうような雰囲気ありますよね。そして生活者としての一般国民っていうのは、最初コロナっていうのはよくわからないから恐れていたんだけれども、2年も経つとですね、もうあんまりコロナに関わり合っていては生活が成り立たないんで、コロナっていうものをバカバカしいものとして、テレビとかですね、専門家とか、そういうふうな人は何か注意しろとか言うんだけれども、そういうのは置いといて生活っていうものを大事にしていこうっていう、これが一般民衆の考え方であろうと思うんですけれども、この一般民衆の中の変わり者っていうふうに考えられる人の、いくらかはですね、コロナは怖いんだよみたいな、そういうようなことを未だ言い続けている。同じですよね。戦前における天皇制、上級国民っていうのは天皇制やコロナっていうものを恐れたりですね、尊重しなければいけない。一般民衆っていうのは、そういうようなものに関わり合わずに生活している。そして変わり者っていうふうに言われる、思われる人たちのいくらかはですね、コロナをですね極めて恐れたり、そして天皇制っていうものを極めて尊重したりっていう、そういうふうな、パラレルになっていて、戦前と現在の日本っていうのはつながってるんだなっていうふうに私は思ったりしますね。そしてですね、具体的な例、戦前における天皇制に対する思いの具体的な例として、上級国民の例としてですね、関東大震災の時にですね、校長先生、小学校の校長先生というのが学校に置いてある御神絵、天皇陛下の写真ですね、守るために燃え盛る校舎の中に飛び込んで亡くなったという、そういうふうな校長先生幾人もいたんですけれども、これをですね、当時の人たちはある種当然であるみたいな、こう校長先生の命よりもですね、御神絵の方が大事であるのはある種しょうがないと、御神絵が燃えないようなところに置くべきだみたいな、そういうふうな議論はあったんですけれども、校長先生は取りに行くべきではなかったという、こういうような議論はなかったんですよね。すなわち校長先生というある種の上級国民、当時の校長先生、小学校の校長先生っていうのは、現在のようにですね、教員から成り上がって最後校長になるみたいな、そういうようなものではなくて、地元の名士だったんですよね。その地元の名士が推薦されて小学校の校長になるみたいな、そういうようなことだったんで、ある種の、村に対する責任を持った上級国民だったんですけれども、こういう人はですね、天皇っていうようなものに責任がある。それもですね、無限責任みたいな、丸山曰くですね、丸山正雄曰く無限責任みたいな、そういうようなものが存在してですね、これに対して一般庶民っていうのはどういうふうだったかっていうとですね、日露戦争における、家族に対する、日露戦争に従軍した兵士の家族に対する手紙っていうものが存在しているんですけれども、これをですね、詳細に分析した研究があるんですけれども、この中で天皇というふうなものに触れられているのはほとんどないっていう、大体ですね、農作物の出来はどうだとか、父ちゃん母ちゃん元気かとか、そういうふうな内容であって、天皇陛下に触れてあるものはほとんどない。これですね、第二次世界大戦、太平洋戦争 における従軍兵士の手紙っていうのも同じ傾向にあるっていう、そういうようなことで、すなわち
一般民衆はですね、天皇というものに対してある種の距離を置いているっていう、そういうのはあまり自分の生活とは関わりがないですからね。ところが上級国民っていうのはそういうわけにはいかないっていう、天皇っていうものに対して無限責任を負っているっていう、そういうようなことで、さらに、変わり者ですね。変わり者っていうのはのいくらかは、何パーセントかはですね、天皇っていうものにある種過剰に入れ込んでいるっていう、そういうようなことがあって、これの中で最も有名なのが足原将軍ですね。足原将軍というのは明治の初頭に、頭がおかしくなってですね、明治の初め頃に精神病院に、明治の20年ぐらいですかね、天教院という当時言ってたんですけれども、その精神病院に入院して、そしてさまざまな、天皇を、本人は真面目なんですけれども、ある種天皇を揶揄するようなことを言って大衆に大受けしたっていう、そういうようなことで、例えば乃木希典がその天教院に訪ねてきたんですけれども、日露戦争の、従軍のお見舞いみたいな、そういうようなことで訪ねてきたんですけれども、その乃木希典ですね、君は日露戦争で子供を2人亡くして大変だったねみたいな、そういうようなことを真顔で言うっていう、天教院の患者がですね、乃木希典に真顔で説教したりですね、これをみんな面白がって時々新聞に載って、そして足原将軍は得意になるっていう、頭がおかしいながらも得意になっているっていう、そういうようなことがあってですね、この足原将軍、最後はですね、天皇陛下のお兄さんみたいな、そういうふうな立ち位置に、至ってですね、それ別に犯罪でもなくて、頭がおかしい人が頭のおかしい人ことを言っているっていう、そういうような体なんで、別に憲兵とか来たりはしないんですけれども、みんな面白がって新聞記者とかが足原将軍のところに行って、何か面白いことを言わないかっていうふうに通い詰めていたっていう、そういうようなことが戦前においてですね、足原将軍というものが変わり者の代表として存在しますよね。このように戦前における天皇制っていうのは、日本国っていうものを、全て覆っていたとかっていう、太平洋戦争中においても完全に覆っていたっていう、そういうようなわけではなくて、さすがにですね、太平洋戦争の初期においては一般民衆も巻き込んで、鬼畜米英みたいな、そういうようなことを言って、一般民衆もそういうようなことを考えていたと思うんですけれども、戦争が長引いてですね、2年目3年目になると、なんかちょっとバカバカしいなみたいな、そういうようなことに、おそらくなっていただろうというふうに思いますね。しかし上級国民はバカバカしいとかっていう、そういうようなことを言うことはできなくて、天皇とかですね、それに付随する権威っていうものに無限責任を負うっていう、そういうようなことになっているんですよね。これですね、現在のコロナ問題と同じですよね。最初国民はコロナを恐れていたんだけれども、結局はもう2年経てばですね、だんだんバカバカしいなっていうふうなことが明らかになってきて、致死率が低いとはいえ、死ぬとはいえですね、そんな死ぬことを恐れていたら電車も乗れないわけで、車にも乗れないわけで、歩道も歩けないわけで、いくらかの身の危険を感じても生きていかなくてはいけないというのが、そういうのが一般民主の人生なんで、このような太平洋戦争と現在のコロナ問題、コロナの日本人の考え方みたいなのは結構パラレルであんまり変わってないなっていう、そういうふうに考えるとですね、戦前の天皇制みたいな、そういうふうなものが分かりやすいんじゃないかなっていうふうに私は思ったりしますね。そして太平洋戦争が終わると、今まで鬼畜米英とかっていう、そういうふうなことを言っていたのに、戦前戦後になると保守親米みたいな、そういうようなことにすぐ転換していくんですけれども、これはですね、そもそも一般民衆がもうバカバカしいなこの戦争はっていうふうに思ってた上に、上級国民も無限責任として、天皇制度っていう風なものに、追随した、いただけで、ですね、その制度が外れると別に追随する必要もないので、今度は、保守反米みたいな、保守、
保守親米みたいな、そういうふうなことにすぐ転換していくっていう、そういうようなことで、これおそらくコロナにおいても同じようなことが、起こるだろうっていうふうに、思いますね。まあこう自分でちゃんとしてるみたいな思っている上級国民の人はですね、いつまでも戦争とかコロナとかそういうようなことを言うんですけれども、水面下においてはですね、こう連合軍との休戦協定みたいな、そういうようなことが、敗戦交渉みたいなことが水面下では進んでいたわけで、その水面下で進んでいたことがですね、昭和20年8月に明らかになると、あ、そうなのかみたいな、ね、そういうようなことになって転換していくっていう、まあ、世界は転換していくっていう、日本の社会はですね、変わっていくっていう、そういうふうな、結構ですね、自主性がないみたいな、そういうようなところ日本はあるんで、こういうふうな考え方のもと日本社会を、まあ、私は考えていますね。今日はですね、戦前の天皇制っていうものに対しての国民の捉え方っていう風なものを現在とパラレルで考えてみました。今日の動画は以上になります。